みなさん、こんにちは。しおりちゃんのしほと、ゆみです。はい。はい。というわけで、今回は、今後についてを話していきたいと思います。はい。はい。はい、まあ、今後についてということで、改まってるんですけど、改まって。でも別に大したことでは全然なくて、別にしほりみチャンネルは今までと変わらないんですけども、はい。はい。今後ね、しほりみチャンネルの、なんて企画っていうのかな、の中に、ネタ切れしちゃったから。まあ、そういうことね。以前ね、プレゼント企画をやったの覚えてるかな、はい、覚えてます。はい、やったんですよ。その時に、応募フォームっていう、ものを書いて、応募してもらうんだけど、お名前とか連絡先とかで、その中に今後ね、しほりみチャンネルでやってほしい企画などありますかっていうね、質問をしてるんです。それにその応募してくれた、もうすごい何百人、ね、何百人の方が、噛みましたね、噛みました、すみません、何百人の方が、何百人だろう、500、600人ぐらいいたのかな、ありがとうございました、はい、方がいろいろね、ほんと書いてくれてるんですよ。こういうことしてほしいとか。それがもう、せっかくね、こんなにいっぱいあるので、ね、視聴者さんが考えてくれた企画をやっていきたいなという。といってもね、中にはほんとルーティーンがすごい好きだから、もっとルーティーンをやってほしいとか、今までやってきたものもあるんですよね。はい、まあ、それもあったり、あとまあクレーンゲームとかも普段やってるので、そういうのも除いて、まあ今までやったことないようなことを書いてくれてる方を抜粋してね、ちょっとまあ週に1回2回ぐらいはやっていけたらなと思います。はい、ですね、この動画は、うん、ネタ切れしましたって動画です。なので応募しましたっていう。応募しました。じゃ応募してくれた人のものを、あ、ちょっと意見を借りたいなって。そうだね。意見借ります。そうだね。で、まあしほりみチャンネルは今ね、コメントが書けないので、変だね。このね、動画で募集したくても募集できないんだよね。うん、なので、そうだな、ツイッターとか、インスタグラムとか、TikTok とかやってるので、その辺でね、もしやってる方がいたら、そこにコメントを書いてくれたりしたらね、ちゃんと 見るので、はい。あと、もし YouTube しか登録してないって人は、しほりみ研究室の、どっかの動画に書いてくれれば、それはね、それも読めるしね。そうね。私最近ちょっとしゃぼっておりまして、研究室で忘れちゃってる人も多いかもしれませんね。忘れてたりみちゃん。編集中なんですけど、もう全然やってなくて、本当にあげられないのにちょっと。ねえ、そうだね。でもやっぱりね、忙しい時はしょうがないよね。しほちゃんが一応小学生なので学業も優先しなくちゃいけないしね。はい、じゃあね、いろいろ、本当にいろいろあるので、これからね、楽しみだね。こっちもなんかこう楽しみだよね。自分たちでは考えないような企画とかがあったりすると、ちょっとワクワクするね。これ入れてだもん。で、一応タイトルか概要欄かに、まあどっかにね、必ず視聴者さんからのリクエスト企画みたいな感じで、分かるように、ね、動画アップできたらいいと思います。はい、すいません、ちょっと白のところがね、夕方ちょっとね、暴れるんですよ。ちょっと今ね、暴れちゃってて、なだめてるんですけど、すいません。ちょっとうるさくて、申し訳ありません。はい。はい。以上ですか？はい、以上ですね。はい、ということで、今後もね、見ていただけたら嬉しいです。はい、お願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。さっきも言った通り、Twitter、Instagram、TikTok と、あと、しほりみ研究室の方も、
よろしくお願いします。それではバイバーイ。グミペア。 3時だおやつだ。